造のこれ知ってます。さあ、いうことで今日も行きますけどね、今日はですね、最近非常に自転車、多機能のね、サイクリング自転車とか流行ってますけどね、これ面白い、自転車専用のですよ、ポロシャツができたということなんですけど、自転車ブランドのドッペルギャンガーさんというのがね、販売したそうなんですけど、どういう機能が自転車専用と言ってもポロシャツですからね、夜間の通常事故を防ぐためにこう反射素材のロゴをプリントしてあるとかね、それから背面に大型のポケットを配置することで収納性に特化とか、それから、乗車時 の、前傾姿勢を考慮して通常ポジションの長い後ろ、なるほどね、やっぱいろんなことあるんですね、後ろが長いですね、これ前傾になるんでね、それから短めの襟を立てることで首への直射日光を防ぐと、なるほどなるほど、脇の下には消臭効果があるということで、自転車のためのポロシャツということでね、このドッペルギャンガーさんが、自転車専用ポロシャツ、シャア専用のポロシャツみたいですけどね、かっこいいですね、販売されたそうです。神神やわ、今も聞きました、41歳になって街を見とったらやばいでしょ、ほんまに。松尾修造のこれ知ってますでした。神々男やな俺、神々か、カミングアウトするぞ。